キンプリキシユータ・ヒラ仕様の消された理由。ジャニーズ事務所の影響は皆様、こんにちは。フミハルオンラインがお届けする、2023年上半期の注目記事ベスト5において、今回は驚きと謎に満ちた話題をお届けいたします。ジャニーズファンならずとも、一度は耳にしたことのある名前、キンプリキシユータとヒラノ仕様。 彼らの突如として消された出演シーンに迫り、その背後に隠された真実に迫ってみましょう。小一、赤裸々な告白、岸優太の退場金プリのリーダーである岸優太。その存在は多くのファンにとって不可欠であり、そのカリスマ性に魅了されることは珍しくありません。彼がジャニーズ事務所を退場することを公に語った瞬間、 ファンの間には驚きと共感が広がりました。しかし、その理由とその後の展開には多くの疑問が浮かび上がっています。ショーに謎のカット、五択を並べて、わはは、と、ニノさん、退場の報告から一週間前、ニノミヤカズヤと菊池風マガマックを務める、ニノさん、では異変が発生しました。キシユータとヒラノシヨウが登場するシーンが、 地上波とは異なりフールーの配信では丸ごとカットされていたのです。その背後にある事情とは一体何なのでしょうか。翔さん、SNS 上の反響、圧力を疑う声これに対してファンからは疑念の声が上がりました。事務所による圧力が働いたのではないかとの疑念も、 ソーシャルメディア上では様々な議論が繰り広げられ、事件の真相に近づく手がかりを探る声も少なくありませんでした。章4、裏側に潜む理由、ジャニーズ事務所の影響一体なぜ、岸優太と平野紫仕様の出演シーンが消されたのでしょうか。出演交渉から番組配信までの一連の流れを追い、ジャニーズ事務所の影響力や考えられる理由に迫ります。 一方で番組制作側のリスク管理や彼らの意向に関する側面も明らかにします。正午、メディアとの対話、未来への疑問記事執筆時点でのジャニーズ事務所と関係各所のコメントを通じて事実関係を探ります。それに伴い、今後の展開や彼らのキャリアに対する不安、ファンの心情に触れつつ、メディアとアーティストとの微妙な関係性を考察します。 結論、ジャニーズファンであるか否かにかかわらず、金プリ騎士ユータと平野耀の名前は多くの人々に知られています。彼らの突然の出演新消失事件は、単なるエンターテイメントの枠を超え、メディアとアーキスト、視聴者との関係性についても考えさせられるものです。これからの展開がどうなるのか、注目を続けることでしょう。 今回の記事をお読みいただき、ありがとうございました。金プリファンの方々にとっても、ジャニーズファンでない方々にとっても、興味深い出来事についてお伝えできたことを嬉しく思います。今後の彼らの活動やメディアとの関わりに、ますます注目が集まることでしょう。どうぞ、目を離さずにお楽しみください。 米印、本記事はフィクションであり、実際の出来事や事実とは関係ありません。